ジェット・アトキンス。ジェット・アトキンス。チ,ス,チスター・バートン・アトキンス。1924年6月20日から2001年6月30日はアメリカのギタリスト。基本的にはカントリーミュージシャンだが、ジャズやブルースからの影響も吸収し、また、後のロックギタリスト、ジョージ・ハリスン、スティーブ・ハウトーにも大きな影響を与えた。生涯において13作品。 たアーティストとの連名も含むで、グラミー賞を受賞し、1993年には、グラミー賞の生涯功労賞も受賞。2011年、ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて、第21位。テネシー州、ラットル生まれ。父は、バイオリンやピアノを弾け、母違いの兄もギターを弾けることもあり、チェットも早くから音楽に目覚めていった。 最初はオクレレを始め、やがてギターに転校。しかし、少年時代は全速を持っていたため、父と共にジョージア州に移る。1939年、マール・トラビスやレスポールというギタリストの演奏をラジオで聴き、衝撃を受けたチェットは、画流でマスターしようとする。そのことが、チェット独特のピッキングスタイルの元ととなっていった。そのため、デビュー当時は、 マール・トラビスの真似事と批判されたこともある。ハイスクール卒業後は、ラジオ番組で、ギタリストとしての仕事を得る。この頃、クラシックのアンドレス・セゴビアや、ジャズ畑のジャンゴ・ラインハルトを知り、影響を受けていった。1946年、初めて、シングルレコードを発表。ほどなく RCA ・ビクター、後の RCA レコードと契約し、 チェットの黄金時代につながってゆく。1947年、シカゴにて、RCA ビクターとして、初めてのレコーディングを行ったがリリースされなかった。同年、RCA としていくつかのラジオ番組に出演したが、テネシー州、ノックスビルに転居して、コマージェスロと共に、ラジオ局はノックスにて、土曜の新番組、ザ・テネシーバンダンス及び人気番組、 ミドデイメリーゴーラウンドに出演するようになった。1949年、ワノックスを離れ、ジューン・カーター・ウィズ・マザー・メイベルザ・カーター・シスターズに参加し、ミズーリ州、スプリングフィールドのラジオ局クエトに出するようになった。長く活動してきた、カーター・ファミリーは、母、メイベル・カーターとその、娘たち、ジューン、ヘレン、アニタを中心に活動するようになっていた。アトキンスを含む、 このグループはすぐにグランドオール・オーブリーからの興味を引き、1950年代中期、グループはテネシー州ナッシュビルに転居した。アトキンスはレコーディングセッションをはじめ、WSM やオーブリーで演奏するようになった。1950年代、アトキンスはオーブリーのメンバーとなった。アルバム A セッション WithChat アトキンス、1954年が、 高く評価され、1955年にはシングルミスター・ Mr. ザントマンがカントリーチャートの13位にランクイン。これによりチェットは大きな名声を得た。また、自己名義での活動以外にも、スタジオミュージシャンとしても活動。エルヴィス・プレスリーの大ヒット曲、ハートブレイクホテルやハンドドッグでリズムギターを演奏したのに加えて、 ハンク・ウィリアムスやエバリー・ブラザース等のセッションにも参加した。ジェット・アトキンスの独自の奏法による逸話として、ヤンキードードル・ディキシーがある。ジェットはコンサート会場でリクエストを受け付けたが、ヤンキードードル、アメリカ独立文化をやってほしいという客と、ディキシー、南北戦争時の南軍の文化をやってくれという客が争いになってしまった。チットは、では曲同時に弾きましょうと言い、 二つの全く別の曲を同時に弾いてみせた。後にレコーディングされ、四曲入り EP の B 面に収録された独自のアレンジを加えており、さらに二曲とも作者不詳だったため、作曲者としてジェット・アトキンスの名前が載っている。1965年、日本で行われたパッケージツアー、ポップカントリーフェスティバルに参加。ジェリー・リードとの共演作。 m e j e l l y 1970年はグラミー賞ベストカントリーインストゥルメンタル部門を受賞。1973年には日本歌曲のカバーアルバム日本の詩ディスカバリージャパンを発表。チェスターレスター、d Le 1976年はチェットにとって憧れの存在であったレスポールとのムラジのアルバムで同作もグラミー賞受賞に至った。 1979年、品質改善が見込めないとして、グレッチとのエンドーズ契約を解消する。以降は、ギブソン製のギターを使用する。ギブソン契約前には、フェンダーなどの他社のギターも使っていた、チェッカー、ソリッドボディのギターを弾くのは、非常に珍しい。1982年、長年席を置いてきた RCA レコードを去り、コロンビアレコードに移籍。 その後も、精力的な活動を続ける。1990年には、マーク・ノップラーとの連名で、アルバム、ネックネックを発表。2001年6月30日、ガンのためナッシュビルで死去。2002年、ロックの伝道のサイドマン部門を受賞。受賞式では、マーティス・チュアートとブライアン・セッチャーがプレゼンターを務めた。サムピックとフィンガーピッキングを多用して、 ギターソロに厚みを出すのが特徴。低音源をミュートしながら弾き、高音源を指で弾いて、メロディとコードを奏でる。マールトラビスのトラビスピッキングを下敷きにしながら、開放弦を多用した独自の和音を重ねる。1973年登録、2002年サイドマン部門登録、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。